平野仕様のインスタをあの有名企業がフォロー。CM 再契約の可能性滝沢秀明氏が率いる新興企業とへの参加を発表し、キングプリンスへの元メンバーである平野仕様と神宮寺ゆうたが芸能活動を再開しました。この7月7日、平野仕様が自身のインスタグラムアカウントを開設し、 そのフォロワー数がキングプリンスへの公式アカウントを上回り話題となっています。渡米への参加が発表されたタイミングで平野は個人のインスタグラムアカウントを立ち上げました。彼はプライベートな写真を共有するだけでなくファンから寄せられた質問にも積極的に返信しストーリーズを活用しています。 その結果、わずか11日間でフォロワー数は297.2番人に急増しました。一方、同じタイミングで個人アカウントを開設した神宮寺ゆうのフォロワー数は186.9番人です。一足早く都米の所属を発表した元 V6 のメンバーである三宅健のフォロワー数は120.1番人となっています。 芸能記者によれば、2021年5月に開設されたキングプリンスへの公式アカウントのフォロワー数は234.8番人です。ヒラの仕様の個人アカウントですら、わずか2日ほどでこの数字を超えてしまったのです。もちろん、興味本位でフォローしているフォロワーもいるかもしれませんが、これは、アーキストヒラの仕様への世間の関心の高さを示していると言えるでしょう。 とのことです。平野紫耀のインスタグラムアカウントをもシュロム公式が即座にフォローさらにオンライン上ではジャニーズのファンではないけれど平野には興味があるという声も見受けられます。ジャニーズアイドルとしての看板を外したことにより新たなファンを取り込む可能性も考えられます。平野紫耀が再始動して間もないですが 今後の注目ポイントは、キンプリを凌駕するかもしれない CM 契約数です。現在、平野は昨年の7月から P&G のパブリンズのイメージキャラクターを務めています。さらに、ボシュロムジャパンのボシュロムアクアロックスワンデイ UV シンの CM も5月末まで放映されていました。芸能業界関係者によれば、 平野はジャニーズ事務所を退除してからも有名企業との CM 契約が残っていましたが、パブリンズの CM 契約もそろそろ終了するのではないかとの噂があります。そのような中、ボシュロムの公式アカウントが平野のインスタグラムアカウントを即座にフォローしました。このことから再契約が成立するのではないかと期待するファンの声が多数寄せられています。 と述べています。新しい地図は再始動直後に CM 起用を発表平野しようと神宮寺優太が都米への参加を発表したことには2017年のスマップ分裂騒動と類似点が指摘されています。稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾の3人がジャニーズ事務所を退所し、飯島道と共に新しい地図 として再始動したのも同じ年の出来事でした。その後、稲垣とカトリは早くも同年11月にサントリー、オールフリーの CM で退場後初の CM 出演を果たしました。芸能業界関係者によれば、平野仕様は今後、新たな CM 契約を続々と獲得する可能性が高いです。 それによってトべは安定した運営資金を得ることができ、新人アーティストの育成やイベントの開催に力を入れる余裕が生まれるでしょう。ちなみに、現在のキングプリンスへの CM 契約は、長瀬角が県境製薬の CM に出演している一社のみです。フォロワー数だけでなく、CM 契約数でも平野仕様が差をつける可能性は大いにあります。 と語っています。ジャニーズ事務所のセカンドブランドジャニーズのデモドリ事務所といったやゆの声も一部で聞かれますが、トベは今後も勢いを増すでしょう。平野仕様の新しい CM 契約が発表される日ももうすぐ来るかもしれません。